1回戦 D グループは8フレまで終え、3者がピン差で争う大接戦。ゲームは終盤第9フレーム。ガナタ、まずはのストライクを持ってきた。今のは良かったですね。ナイスボール。はい、さあこの後の2人にプレッシャーをかけます。さあそして現在ターキーの川崎、ここでストライクが来ると10ピン以上リードするという形になりますね。うん、力が入った。力が入った。これは痛い。カウントダウンもありますよね。1桁台が6になります。縄との差が2ピン差になりますかね、スペアしても。さあチャンス、大島もストライクが欲しい。ここもセブンピン、ちょっと苦労していますね。7番と残ってますね。はい、はい、ここはきちんと取りました。大ジャイト、ほっとして笑顔も出ました。さあいよいよこの D グループも点フレ勝負になりました。しびれる戦いですね。ですね。1ピンずつの差ですよね。トップ名はその次1ピン差で大島、さらに1ピン差で川崎と来てますよ。すごい勝負になりました。これは頭に置いて3人は投げます。来い、どうだ、来た、素晴らしい、一歩リードです。縄がリードダブルを持ってきました。3マーク約10点リードしました。はい、川崎大島ももうストライク全部持ってくるしかないですね。そうですね。さあ川崎全部持ってきて226、ワイルドカードのスコアも頭に入れてますかね。そのあたりはどうか。あー、取れる。あー、倒れた。8本、スペアストライクで214ですか。なるほど。まあワイルドカード現在3位が争いしている岩見215ですからね。もう届かなくなっちゃいましたね。そうですね。さあ縄、1投目はストライクが来ています。勝利を決定づける投球となるか。ダメだ、追加、おっと9本。縄スペアで227までですよね、はい、大島ストライク全部3つ持ってくると227なんですね。うん、そのあたりがどういう展開になるか。さあ川崎、ここはスペアです。まあ、やはりここはしっかりと最後まできっちりとストライクで終わって大島にプレッシャーをかけたいところではありますよね、川崎も。そうですね、はい、川崎の立場からすると大島のミスマッチというところでの2位狙いですよね。はい、3位だと次戦出場停止となります。さあ、危ない、しかし天秤を取りました。取るのと取らないじゃえらい違いですからね。これで227になりましたね。はい、さあ川崎、ここは全部倒して大島の結果を待ちたいところ。これで214でフィニッシュとなりました。さあいよいよこの勝負が決まる大島の投球、点フレになります。全てストライクでくれば縄と並びますけども、はい、そこまでイメージちゃんとできてますかね。 D グループでもワンショットプレーオフがありました。出だしたが3つ持ってって同点に追いついたというのもありました。さあ大島、テーブル1投目、おっと、バランス崩したけど、どうだって、しかし来た、いいですね。ちょっとね、投げた後バランス崩したんですが、まずは1つストライクを持ってきました大島。準備してますよね、プレーオフの準備してます。はい、はい、あと2つ持ってくるはずだというつもりなんでしょうね。はい、さっきバランス崩した分調整しないでそのまま同じように投げた方がいいかもしれないですね。はい、さあ2投目、ストライク、面白くなりました。9本で226、ストライクで227、同点。いや、どっちになるんでしょう。
227でフィニッシュの名は、そしてストライクを持ってくれば227の大島デフレ3投目。ストライクを持ってきて、なんと同点。この後、ラワと大島による準決勝進出をかけたワンショットプレーオフ。1回戦 D グループは大島とラワが同スコアのため、準決勝進出を決める一等勝負ワンショットプレーオフが行われた。まずは先行の大島。まずは大島、なんと8本カウント、苦笑い。これはベテラン縄にとってはラッキーですね、9本以上で OK です。9本倒すと準決勝に勝ち上がります。どうだ、熱く入ったかどうだ、あっと8本、なんとまたもう一度ということですね。ワンショットプレーオフ2投目になります。命拾いした大島からです。セブンピンが残りましたね今。そして難しいなというつぶやきもありましたが、さあ縄です。8本の以下ですと負けになります ね、 ですね。おっと外に出たか、大丈夫か、おっと9本天秤が残る。一度もあんなに右にボールを出したことがなかったこのゲームで初めて出ましたね。そうですよね。だそれだけにやはりこのワンショットプレーオフというのはプレッシャーかかるんですね。もう如実に出てますね。はい、はい、また左側のレーンに行きます、うん、ついている左側のレーンでわざわざボール変えるんですね、うん、はい、すごい勝負かけましたね。ワンショットプレーオフでボールを変えてきた大島、ボール出しが入った、なんと動きすぎです。6本カウント、さあここは縄チャンスになりました。いやもうこれは決めてもらえるでしょう、はい、さあ縄、うん、来た、最後はストライクで決めた縄、準決勝進出を決めました縄秋。そして227の大島がワイルドカード争いに入ります。 D グループは縄が勝ち上がり、川崎が次回出場停止となった。そして寺下が最初のワイルドカードを手にし準決勝進出を決めた。丁寧に投げれてたら絶対ストライクだったんで、全部大事なとこ打ちミス引っ張ってしまったんで、次に出られた時はちょっとねストライクバンバン出しておにぎりがいっぱいできるように頑張りたいなと思います。正直今回のアプローは一番すごく合ってた感じがしてて、まあ、ストライクをいずれ持ってくるだろうから先に持ってこないと負けかなって思ったんで勝負に出ました。ボール選択ミスなんじゃないかって言われてるかもしれないんですけど、挑戦したことはその失敗だったかもしれないけど、その失敗はいい経験になりました。永久的にワンショットやるんじゃないかと思いました。準決勝やっぱすごい嬉しいの